皆さんこんにちは、こんばんは。アシスタント MC のリーです。今回は一人での動画となります。よろしくお願いします。では早速今回扱う試合は第7節ロアッソ熊本戦です。現在日曜日で水戸ホーリーホック戦が終わった後ということで、かなりテンション低めの収録にはなってしまうんですが、このロアッソ熊本戦が終わってすぐに栃木 SC 戦があり、その後また、中3日とかで徳島ヴォルティスということで、なかなかねチームの状態が上がらない中ではあるんですが、試合は続くというところでね、本当に厳しい3月末を迎えてるなという印象があります。そんな中でのロアッソ熊本、去年1勝はしたもののそこまで相性がいいチームではないんですよね。というところで、ロアッソ熊本どんなチームなのかというところをまずはメンバーから見ていきたいと思います。はい、ロアッソ熊本に関しては知っている方はもしかしたら多いかもしれませんが、補強のほとんどはルーキーでといった形になります。本当に J2 でも一番ね少数精鋭みたいな、そんな補強だったんじゃないかなという印象がありますね。岩下選手、酒井選手以外は全員ルーキーと、前回扱った動画が水戸ホーリーホックでしたが、水戸もねかなりルーキー多かったですが、ルーキー以外にもねいろんな補強があったと。この熊本に関してはね、特に、水戸と比べてもかなり異質かなというところは見て取れます。ただ基本的には、去年に比べたら、主力もしっかりと残留しているというところはあるかもしれません。ただやっぱりチームの柱だった、平川選手であったり、島村選手であったりっていう、特に攻撃面の核みたいな選手が抜かれてしまったというところはね、後ほども話していきますが、スタートダッシュうまく切れなかったところに結構影響は出てきてしまっているのかもしれません。ただですね、ルーキーが多いとは言っても結構頼もしいメンツが揃ってるんですよね。ルーキー以外のところで言えば、柏レイソルから岩下渡る選手、こちらの選手はもともと J3 時代ね、ロアッソ熊本でプレーしていた選手になりますが、岩下選手だったり、昨シーズンもロアッソでプレーした酒井選手、どちらもね、ディフェンダーの選手、岩下選手はね、結構攻撃的なポジション取ったりしますけど、こちらの二人、とても頼もしい補強だったと思いますし、後ほどね、怪我の情報とかも話していこうとは思いますが、攻撃の若手、藤井選手、小長谷選手、ベジョンミン選手、ここら辺は本当に即戦力のルーキーというところもありまして、かなりね、ルーキーではあるものの頼もしい、そんな補強が繰り広げられました。もともとロアッソ熊本に関しては、結構補強の動画で、サポーターの方だと思うんですけど、コメントとかもくれてたんですけど、こういった若い選手を、しっかりと1年目から使って育てながらチームを作り上げていく、強くしていくみたいな土壌があるチームだと思うので、かなりチームの特徴も出たのかなみたいな、そんなオフシーズンだったかと思います。はい、ということで現在の状況も見ていきましょう。はい、現在1勝2分け3敗で勝ち点5というところで、ジェフもさほど良くはないんですが、ロアッソはより苦しんでるかなといった印象がありますね。この1勝は、3月第2試合目ですかね、アウェーの愛媛 FC 戦で、2対3で勝ち切った試合があったんですけど、この試合自体はねかなり素晴らしい試合だったとは思うんですが、まだホームでは勝ててないと。で、アウェーでもねなかなか厳しい戦いが続いているといった状態になります。このやっぱり3月30日最後の試合、しっかり勝ちに行きたいといった状況だと思いますね。本当に千葉に負けず、結構ロアッソも大味な試合が続いていてですね、開幕戦がホームだったんですけど、前半に先制しながら清水に逆転負けと。で、他にもホームでいわき FC に0対6で大敗みたいな試合もあったりしたんですよね。で、先ほど言った愛媛 FC 戦、勝った試合でも、2失点してしまうみたいなところもありまして、直近の第6節も2対1で藤枝に負けているというところで、なかなかゼロで落ち着く試合がないと。1試合だけね、仙台戦がスコアレスドローみたいなところもありましたが、なかなか無失点とか、言ったところで試合が落ち着かないなというような印象があります。昨シーズンの成績だけ見てしまえば、結構復
数失点の試合もそこまで多くはないですし、まあ、結構アウェーとかでは強かったなという印象があるんですよね。まあ、昨シーズンもちょっと苦しんだ部分はありますが、決してそこまで守備が大崩れするとかっていうチームではなかったかと思うんですよね。っていうところで、まあ、チームとしても新しいね、やっぱりルーキーの起用とかも増えてきてる中で、しっかりとチームをまた水戸とね同じくね作り上げている状態なのかなというところはあります。ただチームの特性としてはですね、まあ、かなりやっぱり大木監督のもと攻撃的なチームができているというところで、まあ、あとは、まあ、かなりねシュート精度とかもいいものが数字としては出てるので、あとはやっぱり得点っていうところにつながるかとか、勝ちにつながるか、しっかりリードしたらそのまんまあのリードを守りきれるかみたいなところだけかなというところなんですよね。ということでやっぱり乗せてしまうと怖いチームなんだとは思います。はい、メンバーなんですが、ちょっと怪我が気になるところではありますね。こちらの予想メンバーに関しては第6節の先発メンバーをそのまま反映してはいるんですが、まあ、昨シーズンの主力であった竹本選手だったり、まあ、本当にゴールデンルーキーですよ、小長谷選手、こちら本当にね注目していい選手だと思うんですよ。まあ、今シーズンも5試合で2得点とか上げてたんですが、まあ、第5節で、まあ、ちょっと怪我かなと、どこまで長引くかなというような状況ではあります。まあ、ここら辺の攻撃的な選手が不在というのは、まあ、千葉としてはとてもね大きなプラスとなる要素なのかもしれないですね。まあ、逆に熊本としてはかなりねきついところだとは思うんですが、まあ、こういった攻撃の選手がいないながらも、まあ、ベジョンミン選手、松岡選手、伊藤選手みたいなところが核となりつつ、まあ、本当にショートカウンターみたいなところ、ハイプレスとかもね有効的に使ってきたりで、かなり少し強引でもパスを通してシュートまで持っていくみたいなことをね平気でやってくる、かなりパワープレーなところもねあったりするチームであるので、まあ、そこはね千葉としては気をつけたいところで、注目選手なんですけど、ボランチの豊田歩選手、こちらの選手がとても輝いているなと思います。まあ、現時点で1ゴール1アシストみたいなところで、まあ、かなりフィジカルコンタクトみたいなところもそうですし、タックルであったりインターセプトみたいなところ結構今シーズン光ってると思うんですよね。でその数字がいいのはやっぱりこの選手のおかげみたいなところもあると思うんですよ。かなりここら辺のボランチあたりが守備でしっかりとボールを奪ってそのままカウンターにみたいなところはやりたいことだと思うので、まあ本当に千葉としては守備の対応をしっかり丁寧にやってほしいと。でまあ向こうのショートカウンターも気をつけたいですが、まあ、千葉としてもショートカウンターやっぱり熊本に有効的になると思うんですよね。っていうところで、まあ、どちらがショートカウンターうまく決めれるかっていうところが勝負を分けるかなと。では続いてジェフも見ていきましょう。はい、本当に試合が終わって数時間後という感じですが、水戸ホーリーホーク戦アウェー、お互い本当にミスの連発、ミスの応酬みたいな感じでスコアレスドローというところで、まあわざわざ現地まで行きましたけど、かなりねモヤモヤする試合ではありました。ただですね、まあ、収穫もありまして、まあ千葉としてはメンバーから見ていきたいんですが、まあちょこちょこっと入れ替えつつって感じですよね。久保庭選手がスタメンでとてもいい働きをしたというところはありますね。まあ本当にセンターバック守備面でもとても活躍見せてくれましたし、まあまだつながりというか連携としてはまだまだねなのかなというところもありましたが、まあ攻撃的な部分でもちょっとポジティブな面を見せてくれたかなといったイメージがあります。まあ、そして、まあ、代表の試合も終わるということで、藤田和樹選手あたりもこの試合もしかしたら戻ってくるかなといったところへ注目したいところでありますね。まあ、本当に田口選手、エドアルド選手が抜けて、まあ、ボランチもこういった起用になるのかなと。で、サイドもドゥドゥ選手なのか、椿選手なのかというところ、まあ、とても注目ではあるんですが、まあ、この試合ちょっと注目したいのはですね、中央を使い切れるかなっていうところだと思うんですよ。まあ、水戸戦、なんといってもサイド攻撃かなり相手に対応されていたと言いますか、まあ、対策もねしっかりとされてたのかなというところはありますね。まあ、サイドにボールは渡るけど、まあ、チャンスまで持ち込めない、クロスまで持ち込めない、ちょっとねやっぱり後ろに戻すしかなくなるみたいな展開本当に多かったと思うんですよね。まあ、日高選手であったりドゥドゥ選手、田中和樹選手、高橋一生選手あたりがねサイドのスタメンではありましたが、まあ、関係性は悪くないにしても、まあ結構左サイドと右サイドでやってること結構違うんですよね。まあもちろんね戦術的にそれが意図的だったり、もちろんね同じことをやることがいいことかっていうところはあるかと思うんですが、
まあやっぱり千葉としては昨シーズンの後半戦を見ていけば、やっぱり追い越し追い越されであったり、まあどっちかっていうと一斉選手だったり日高選手の方がクロスがうまかったり、でもドゥドゥ選手、田中和樹選手、まあそしてね椿選手とかも結構中に切り込んだりシュートを打ってもいいような選手みたいなところだったりするので、まあ、ここら辺のサイドの活躍も期待したいんですが、サイド一辺倒になってしまうとなかなか守備が堅いチームであったり引いてきたチームは崩せないのかなというのが現状なのかなと思ったりしますね。まあそんな中で、まあね、一番はねエドワルド選手だったり田口選手が戻ってくるのがいいと思うんですが、やっぱり風間、横山、ここら辺の選手たちの活躍っていうのは期待したいところではあるんですよね。本当にまあ横山選手が前線に上がってから後半攻撃良くなったと思うんですよね。もちろん風間選手のいいところもねちょこちょこと見せてくれてはいましたが、まあ本当にやっぱりボランチが今足りないというところがあるんだと思います。そんな中で矢口選手がボランチで起用されたと、まあこれもとても大きなトピックスだったんじゃないかなと思いますね。本当にボランチがいないというところで、まあ途中交代で風間選手と矢口選手が交代してどう使うのかっていうところで、矢口選手がボランチの位置に入って横山選手が1枚上がると、まあそれで攻撃活性化されたかなみたいなところがあると思うんですよ。なのでこのボランチ矢口、ここの投入っていうのが一つのトリガーみたいになってくるかもしれないですね。まあそんな中での注目選手が小林選手を挙げたいんですよ。まあやっぱりこの横山選手っていうのも自由にさせたいですし、サイドがどれだけ自由にできるかっていうのがこの小林選手のポジション取りであったり働きぶりにかかってきてるんじゃないかなっていうところが、まあちょっと透けて見えるわけですね。まあ、小森選手に関してもそれが言えると思うんですが、でこの千葉通算今シーズンで4年目ですが、まだ千葉に来てからゴールがないんですよね小林選手。まあ、もちろん守備的な選手でインターセプトとかがね光る選手であることは重々承知なんですが、まあゴール見たいんですよ。っていうのもとっても惜しいシュートあったんですよね。キーパーの正面になってしまったものの、小林選手がミドルシュートで決定機を演出するみたいなところがあったので、まあちょっとこの小林選手の攻撃の絡み方であったりスペースの作り方であったりっていうところはちょっとまあこの試合に限らずこれからまあボランチのね2人が戻ってくるまで、まあ、戻ってきてからもどういう起用されるか分かりませんが、そこら辺はちょっと注目していいのかなといったところだと思います。はい、まあ先ほどのロアッソ熊本のスライドから引き続きにはなりますが、まあ中央を効果的に行きたいですよね。やっぱりロアッソも結構前がかりに来るチームだと思うので、しっかりとまあ小林選手であったり横山選手であったりがためを作っていけばスペースっていうのは生まれてくると思うんですよ。でそれがまあサイドなのか中央なのかっていうところはありますが、千葉としてはまあサイドも中央もどちらも使えるようにしていくべきだと思うんですよね。まあ相手のスペースをついて、まあボールを受けたらサイドに回すだけではなくですね、まあ中央でボールを運んだりとか逆に切り込んでいくみたいなところもできれば、まあかなり熊本に対しては効果的な攻めを見せれるんじゃないかなと思います。まあ本当に今までの感じだと苦手なタイプのチームだと思うんですよ。相手もかなりね運動量ありますし、まあ一貫して、まあ、劣勢でも優勢でも一貫したサッカーをやってくるというところで、まあ本当にチームの完成度といいますか忍耐力を問われる試合になるかなといったイメージがあります。まあ本当になかなかね逃げ切らない展開は続きますが、しっかりと勝ってもらわないと困るわけですよ。まあ昨シーズン第6節終了時点1勝2分け3敗なんですよ。まあ本当に悪かったわけですよね。ただここからプレーオフに行けたということもありますので、まだまだもちろん諦める時期ではないということで、まあしっかりとねサポーターも応援していこうというところで、まあ、すぐにねまた栃木戦の動画も3人体制で出ると思いますので、ぜひねそちらの動画も見ていただければと思います。また次の動画でお会いしましょう。柏には負けられない。